はい、最悪は壁から取れないって話になる。これ無事に宮下海人のシャンデリア合わへん。めっちゃいい。もう一個立てるんだったらあります、ね、何か。もう一個スタンド立てちゃってそれで使ってもらった方がいいかな。リッキーさんの今の表情やわ。なんかでも椅子席があるのすごくいいですね。すごい。なんか曲の感じで来てから帽子これ。おお。すごいね。ノー。何ですこれ。ああ。かっこいい。じゃあまああとは演奏をどうですか。じゃあ健全な疲れ方っていう考えるより先に体が動いて体が疲れてやったっていう感じになる感じがすごく久々に味わう。そういうことがね封じられてる時代なので、なんか、ね、また戻ったらそういうふうな状態になるかもしれないけど、なんかね、今回みたいな、なんかその現場の空気みたいなのが映像で伝わるといいなと思います。
所書いてライブするところだからライブレコーディングみたいなことになると、うん、そこでしか起きない絶対トラブルとか、うん、なんかありますよね普通の多分。まあそうですね、まあ、もう逆にそれも味方にしなきゃいけない部分もあったりとかっていう。まあでも電源はどこもいいとこはないですねほとんど。普通の家の住宅の方がまだマシですね。こういうところの商業電源よりはすごいことになってますね。最初の部屋とかもずっとピーって言ってるし、なんかやっぱ部屋がいいとか悪いとかいうよりは、あの局長とかに合う部屋があるとかそういう感じが。あのレストランの R のところは、あの、ま、電源から来るノイズはちょっとあって、それのトラブルはあったけど、あの廊下のところが、まあ音楽演奏するように作ってあるからだと思うんですけど、あちら側だけあの壁の中に吸音材が全部仕込んであったんですよね。そうだから、もともとは普通にそこ、あそこでコンサートやるところですよね、うん、でなんか片面が結構ガラス張りになってるから、うん、多分そこで反射を抑えるために廊下側に吸音材敷いてあって、だから一個一個が意外とデッドな音で撮れてるから、なんかやりようあるっていうか、もうすでにまあまあ音はいい音でした ね、 そのノイズさえカットすれば多分もうほぼ OK みたいな。あとはもうバンドメンバーの立ち位置で、ね、アイコンタクトがうまくできてれば、うん、結構それはそれでいいもんね。そうですね、まあ、全然違うんですね。そう、あれはまあラッキーって感じですね。まだちょっと見てないんですけど、この後の最終場所がね、うん、でどういう、まあ、どんなのか楽しみでしょう。あ、あ、ドラム踏んだあのキックの音が何秒か続くぐらいです、うん、こんな感じですよ。だから全員鳴らしてないから、多分ギターも同じ感じになると思うんで、まあ、本当はアンビエントっぽい感じのことをやったらすごい気持ちいいかもしれないですけど、うん、まあ爆発とあれですもんね、うん、炎ですよ ね、 ね、だからどうなるかなっていう、まあ、やってなんか飽和感が出るのはもしかするといいかもしれないですよね。Thank you.
僕らもいいと思います。はい、はい、ちょっと一応お届けさせます。はい、そう、 OK だったらこれで、はい、2時です。おうん、いいんじゃないですか。あの、OK です。ちょっと一瞬だけ。いや、なんか若干エレキの音がちょっと走って入ってるのが、まあ確かにちょっと気になるなっていう感じはするんですけど。まあでもね、あれかな。多分実際なんだ、頭が分かりやすいように結構ドライなやつをモニターに返してるから。多分ここのロケーションの良さを生かす感じで音作ろうと思うともっとぬるくなると思うんだよね。でもどうだろう、聞いてる感じは全然違うからさ、今さ、うん、聞いてる感じはもっとバーってなってるから、その感じも出そうと思ったら多分もうちょっと全部ディレイ目っていうかリバーブ目になってくると思うんで。あ、そんな目だったんだよ。いや別に、うん、大丈夫。オッケーです。オッケー。はい。ありがとうございます。いいですね。はい。いいと思います。はい。ありがとうございます。こうみんなこれだけこうすごくいい現場で本当にで
自分もなんかこう自分の好きな自分でいられてるという感じがしているんですけど、なんかそういうその気持ちみたいなのがなんかやっぱその出らんない期間みたいなのとかやっぱすごく鼻血出るほど考えた期間みたいなのがやっぱりあるから、なんかそのなんかそれは全然無駄だったってことじゃなくて、なんかやっぱ それだけなんていうのかな、うん、頭の心のフィジカルが筋トレだったのかなという気もします、ね、なんかそれだからいろいろなんか心が動く方向が定まりやすい感じがしていて、その以前のそういうなんだろうコロナ禍の前のそのコロナなんてなく そのままこう来てこういう現場にいたらこういうふうにできてたかなっていうのがちょっとそれも分かんなくて、それだけ考えたし悩んだから、まあ、そのご褒美というか毎日考えることも、もう使ったことも、まあ、無駄ということではなくて、うん、シンプルになるということですね、すごく、うんね、なんかき決める、うん、なんか心が動くものとかそういうものがなんかよりはっきりしたのかなという気がしましたね。きれいにまとめるわけじゃないですけど、アルバムの真理につながるというか、まさにそうですよ、きれいにまとめますよね。いや本当にそうで、うん、なんかなんだろう、真理っていうタイトルでそういう考えだからといってそういうふうにうちにまとまる気はなくって、やっぱりそこで培ったものみたいなのをこれから生かしていきたいという気持ちがあって、中学校の時校長先生、なんか人数少ない学校で海外だったん で校長先生とマンツーマンで授業をやってたんですけど、その人はすごく恩師で、でその人はちょうど学生運動の時に、まあ、大学生だったすごい悩んだっていう話、まあ、数学の授業の時間いっぱい使って教えてくれたんですよ。ですごく悩んだけど、もう後悔したくないと思ったし、なんか自分はどうしたらいいのか、その全部その大学の活動とかも一切止まってしまって、なんか自分がどう身を振ったらいいのかみたいな考えた時に、なんかやっぱり後悔しない唯一のやり方は本当に考え続けて、もうここまで考えたらいいだろうっていうところまで考えるみたいな、そういうことを言ってたことがあって、なんかちょっと、ね、その意味が分かるというか、なんか、まあ、富士の一件もあって、なんかその先にちゃんとこういう現場が待っていてくれたというのは、うん、とても希望があるなと思いました。ありがとうございます。だからどうしても。